いつもご視聴ありがとうございます。こんにちは、ルチカーレ店長です。本日もよろしくお願いいたします。はい、最近ね、ちょっと動画の更新が滞っております。申し訳ございません。前回の動画でもお伝えした通り、当店ね、今ちょうどね、引っ越しの真っ最中です。6月2日、まもなくですね、オープンに向けて着々と準備を進めておりますので、ちょっとね、動画の更新だったりが遅れ気味になってしまうことをお許しください。ということで今回は6月のコーディネートというテーマでお話しさせていただきたいと思います。6月っていうとね、真っ先に思い浮かべるのが、梅雨、雨が多くなる時期です。暖かい日、もちろん夏日みたいな時もあると思うので、これからね、半袖対応していきたいんですが、いつも申し上げている通り、大人の方は何かを羽織っておきたい。室内に行ったらエアコンも効いてるでしょうし、雨が降ったりすると、ちょっとね、肌寒いなっていう日もあると思います。そんな時のために、羽織物も含めたコーディネート、休日のカジュアルコーデを中心にお届けしたいと思います。あとね、全部に使えるような梅雨に適したアウターなんてものも取り入れながら、いつものようにコーディネートしていきたいと思いますので、最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、まずはね、ジャケットを使ったコーディネート、組んでみたいと思います。はい、ウールパンツです。ただ、ちょっとね、デザインが見えるかなと思います。こちら、カーゴパンツですね。DT トリノからウールのカーゴパンツです。ちょっとここにね、デザインがあるだけで、休日のカジュアル着として、ウールパンツも使いやすくなるんじゃないかなという感じです。シルエットに関しては、ほぼスーパースリムフィットだと思います。ワンプリーツ入って、特徴的なのはウエストにゴムが入っている点です。非常に楽。なのに細身で、ストレッチもちろん効いてます。この素材がね、 ET トリノでは一番人気のウォッシャブルテクノウール。シワになりにくく、ストレッチもしっかり効いて家庭洗濯ができる。夏はね、やっぱりそういった素材が使いやすいかなと思います。ウールパンツ、本当に夏場涼しくて履きやすいんです。僕もウールパンツを本当に活用するんですが、ただドレス感が出すぎてしまう。仕事に行くようなスタイルに見えてしまいがちなので、ちょっとデザインのあるタイプ、カジュアルにこなしやすいウールパンツとして非常に重宝するんじゃないかなというモデルです。はい、それに対してニットティーです。大人が着れるボーダーニットティー、これに関してはね、常に探してて、今回はジョルディーズというブランドですね。ご存じない方多いかもしれませんが、イタリアのブランドで、当店がね、長く付き合い、おそらく日本ではね、他に扱ってるお店さんもないと思うので被らない、こういうファンシーなニット得意とするブランドなので、ボーダー柄チョイスしてみました。ボーダーの T シャツとかボーダーのニットとか、なかなかね、子供っぽくなってしまうんじゃないかなとか、ちょっとね、難しいかなと思いの方多いと思います。ただね、こういう白場の少ないボーダーですね、ちょっと細いラインで、でニットである点、こういうリブがあって、ちょっとね、落ち着いた感じになると思います。通常の白コンの太いボーダーと違って、子供っぽくならず、大人の方が品よくね、着ていただける仕上がりになっているんじゃないかなと思います。これね、他にも色があります。はい、夏場はね、こんな感じで1枚でもいいかもしれませんが、やっぱり何か羽織っておきたいというところで、ダリアトーレのシャツジャケットを着てみたいと思います。はい、こんな感じですね。夏場にね、シャツジャケットを使われる方本当に多いと思います。シアサッカーだったり、リネンだったり、いろんな素材がご用意があるので、シャツジャケットいいと思うんですが、今回ね、ちょっと新鮮なところということで、ダリアトーレからダブルブレストにピークトラベル、最近ね、ダブルのジャケット人気です。それをシャツジャケットに落とし込みました。あんまり固めのね、ジャケットでダブルだとちょっとね、抵抗あるかもしれませんので、ニットだったり、こういったシャツジャケット、ダブルのジャケット、意外とね、簡単に合わせられそうだなという感じです。はい、シャツジャケットで、しかもデニム、すごくライトな着心地です。そんなのをもう前ボタンとかも締めずに、こういったカジュアルな合わせに羽織っていただく、非常にね、使いやすいかなと思います。で、軽いし涼しいし、若干ね、ストレッチ性もある感じがします。非常に着やすいですね。はい、こんな感じのシャツジャケット、いろんなスタイルに合うと思います。デニムなので、下がね、綿パンになってもいい、白パンになってもいい、リネンのパンツとかでもいいですね。非常に相性がいいと思いますので、ぜひね、挑戦していただきたいアイテムです。はい、そして今から3コーデ組むんですが、今回ね、梅雨時ということもあって、どんなコーディネートに羽織っていただいても相性のいいアイテムを1個ご用意したので、そちらもね、羽織ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。ヘルノのナイロンジャケットです。これね、ずっと使われてる人気素材なんです。めちゃくちゃ軽いです。ペラペラで、半袖の上に気持ちよく着ていただけます。で、何よりこれは撥水のナイロンなので、この時期ね、
いいんですよ。でピタピタの作りじゃないです。これ46で少し余裕がありますよね。なので例えばニットジャケットだったりカーディガンの上とかそんな上にもさっと羽織っていただける。もちろんねこういう T シャツの上にジャケット代わりに1枚で着ていただいてもいい。形もかっこいいし機能性もある、そんな感じです。で今回ねウールパンツと、こういうボーダーのニットティーと、レザーのスリッポン、スウェードのスリッポンに合わせた状態で羽織ってます。この状態を覚えておいていただいて次からの2つのコーデでも羽織ってみます。どんなコーデでも合いますよっていうジャケットです。はい、続きましてはスニーカー合わせのコーディネート。履いてるスニーカー、デートのスニーカーです。いつもね白のスニーカーばっかりご紹介してるので今回はネイビーご紹介したいと思います。それに合わせているものはヤヌークのリゾートトラウザーズというシリーズです。以前にねリゾートジーンズというものをご紹介しておりました。今回ねジーパン型じゃなくてこういうスラックス、斜めのポケットでシルエットも細めのストレートです。はい、うち扱ってるパンツに関しては膝下からテーパードキュッと細くなるタイプが多いんですが細身のまままっすぐ落ちてます。パッと見フレアっぽく見えるかもしれませんがストレートシルエットです。はい、裾これが折り曲げてない状態の長さなのでダブついた状態になってますが折り曲げても落ちてきちゃうのでちょっと見苦しいかもしれませんがこの状態でご紹介したいと思います。はい、素材もトロトロです。リネンが入ってる涼しさは感じつつリネン特有の張り腰感だったりちょっとチクッとする感じがゼロですね。本当に気持ちいいです。しかもめちゃくちゃ伸びます。ウエストも伸びます。はい、普通のチノパンに見えるのに本当にねこれジャージを履いてるような感覚です。でねポケットの裏がねリゾートシリーズは全部メッシュになってるんですよ。これがまたね肌に当たる部分が涼しい、手を入れても熱くない、そんな感じですごい素材が出たなという感覚なのでもしね普段チノパンとかを好んで履かれる方はこのアイテム試してみてもいいかなと思います。そしてトップスはニットティーです。もうねおなじみのグランサストの12ゲージソフトコットンのアイスグレー。この形のいいところはスクエアなストンとしたシルエットで本当に T シャツのように扱える。でも見た目がニットなのですごく上品に見えるっていう点でね高い支持を得ています。で夏場はね1日着たらすぐに洗濯してっていうことを繰り返したいのである程度気軽に扱えるニット、そのあたりもね重要なところかと思いますのでグランサスのニットティー本当に使えると思います。はい、ではねこれにシャツアウター羽織ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。ギローバーっていうシャツブランドから出ているシャツアウターです。これぐらいのね羽織物夏場めちゃくちゃ重宝します。はい、これ白以外にもベージュだったりネイビーとかもご用意があるんですが薄すぎないです。あんまりペラペラだとねシャツ感が出てしまうので羽織物っていう風に見られるためにシャツ地よりは若干肉はあると思います。ただ涼しいです。洗い込んでるのでくったり柔らかで本当にね使いやすいかなと思います。でこれカフスになっています。なのでシャツと同じく袖まくりをしていただけます。やっぱり半袖1枚で着ているよりこういうものを羽織る、それだけでね大人っぽい印象が与えられるかなと思います。はい、ちょっとねこうやって襟立ててね着ていただくのもいいかもしれません。ショートパンツとか合わせて T シャツの上にこれをねペロッと羽織っていただく、そんな感じもねすごくおすすめです。はい、ではねこのコーディネートにも先ほどのヘルノのジャケット羽織ってみたいと思います。はい、こんな感じです。先ほどはウールのパンツでしたが今回はチノ系のパンツです。同じネイビーですけどちょっとだけ濃淡がありますね。靴もネイビーのスニーカー合わせていますが問題ないと思います。こんな感じで雨の日はこういう羽織物に変えてもらう、ちょっと暑い日は先ほどのようなギローバのシャツジャケット羽織ってもらう、そんな感じでね分けてもらえるといいかなと思います。はい、続きましてはこれからの時期ね欠かせないホワイトパンツを中心としたコーディネートです。はい、もうおなじみとなりましたインゴテックススラックス100型のスウェット系のパンツです。めちゃくちゃ楽、伸縮性もすごくあって透け感もあんまりないのですごいね履きやすいってことで人気です。楽でなのに細身で綺麗だというところですね。はい、それに対してトップス、先ほどのグランサスは T シャツっぽく着られる、対してジョンスメドレーはやっぱりねニット感が強く出ます。袖口だったり裾にリブがあってちょっとブラウジングして着るような感じ、そして薄くてねトロトロな感じなのでよりセーターという感じですよね。そして新しい素材です。昨年から登場したんですが半分ウール
最近の流れとしてウール素材のニット、消臭効果だったり通気性良かったりとか、あと発色の良さだったり、ウールにしか出せない色とかもあるので、春夏に着るのもいいよねっていう流れに世界的になっています。なのでジョンスメドレーからはウール100ではなくてコットンのいいところ、ウールのいいところ半々で取り入れましょうということで、ウールコットンのニットが昨年登場しました。めちゃくちゃ人気です。そしてやっぱりね、風合いがだいぶ違います。不思議なものでね、エアコン効いてるようなちょっと寒いところに行くとき少し暖かみを感じます。とはいえ外で暑い中過ごすときは風通しよくて、そして汗も逃がしてくれる、そんな効果も期待できるので、意外とねウールはいいなっていうことを感じていただけると思います。ここはねもうお好みなので、ご興味のある方はねぜひねウールの T シャツ体験してみてください。はい、ではこの上にニットのアウター着たいと思います。はい、ニット素材のブルゾンですね。休日に使いやすい、そこ大きなポイントですね。すごい人気でね、休日にニットとはいえジャケットっぽく見えるものは堅苦しいなっていう方やっぱり多いんだと思います。はい、ということで今回ねご紹介するのはフルチアーニです。はい、もうイタリアニットの王様っていう感じですね。やっぱりねこの色出しうまいです。そしてねこの形、ブルゾンタイプ、これ46サイズを着ています。程よくゆとりがありますよね。でね、ちゃんとこういうポケットついてます。これがあることでアウターとしてね使いやすい、そして周りからもアウターに見えます。本当にいいと思います。そして素材もリネンのニットなので、そんなにペラペラではないですが、半袖の上に着た時ちょっとひんやりして通気性もすごく良くて快適に着られます。これぐらいの羽織物を室内だったりとかね、どこかご旅行に行く時なんかもちょっと羽織れるものとして1枚持っておくと非常に便利だと思います。こういった色合いもねクルチアーニだからこそという感じです。なかなかこういう色ね探してても見つからないので、色で選ぶのもいいかなと思います。はい、こういったニットブルゾンの上にヘルノのジャケットを着てみますね。はい、今まではトップス脱いでヘルノ着てました。今回ねそこそこ肉厚のニットブルゾンですけど着たままで羽織ってました。全然着られますよね。なのでニットジャケットだったりブルゾンだったり、そんな上から羽織っていただける。はい、ネイビーのアウターなのでこういった白パン合いますよね。こういった着こなしにも対応してくれる、しかもちょっとジャケットっぽい形、そしてスタンド襟で立ち上がってくる感じがヘルノはうまいです。こんなのを梅雨対策として持っておくっていう考え方もありかなと思います。はい、というわけで今回は6月のコーディネートというテーマでお話しさせていただきました。はい、次の更新がちょっとね読めない部分ではあるんですが、次回かその次あたりで新店舗の店内の様子なんかをね簡単にねご紹介していきたいなと思っております。楽しみにしていただけたらなと思います。今回も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。